こんにちは。こないだコメント欄で自己紹介しない系 YouTuber みたいなコメントがあって、そろそろ僕のこと分かってない人も増えてきたのかなって感じなんで、今回は改めて真面目に自己紹介したいと思います。こんにちは。私は365日考察をし続け、考察一本でここまでのし上がってきた、口の中でとろける食感と甘みがやみつきになる原材料は大体卵プリンです。はい、ということで今回は永遠に終わらない夏休み、ねじ切れる首、クリア不可能な謎ステージ、突如現れる呪いの選択肢など、ゲームの怖すぎるバグを9つほどご紹介していきたいと思います。テイクは8月32日は2000年発売のプレイステーション用アドベンチャーゲーム、僕の夏休み、通称僕で起こるバグです。このバグを試すためには、まずストーリーの最終日である8月31日までプレイしたデータを用意します。それからそのデータを起動し、必要な手順を踏むことで存在しないはずの8月32日の世界に行くことができます。また8月32日に主人公が自室で睡眠をとると、ゲーム内の文字が晩年のおばあちゃんの骨格くらい歪み始めます。それからさらに日付をまたいだ8月33日を迎えると、バグによって主人公を含む複数のキャラクターの顔や体の一部が経験豊富なおばあちゃんの乳首くらい変色したり、我々の学校での存在感くらい透明になってしまいます。またこの時主人公が毎日書いている絵日記の内容も不気味に変化するため、この様子を見たプレイヤーは思わず悲鳴を上げたと言います。ちなみにこのゲームの制作に携わった男性は、このバグに感心しつつも想定外だった、ゲームのプログラムが優秀だったためバグを起こし続けても動いたのだろうといったコメントを残しています。金のしおりバグ。このバグは2002年発売のプレイステーション2用ホラーアドベンチャーゲーム、かまいたちの夜2、通称かまちょで起きるバグです。このバグはゲームを遊び尽くすことで入手できる金のしおりというアイテムを所持しているときに一定の確率で発生し、バグが発生すると通常のストーリーのプレイ中に画面が乱れ、呪われよ、苦しみを選ぶといった、僕が学校で一番モテてた野球部のエースを10年後追い詰めたときに提示した選択肢と全く同じ選択肢が現れるという恐ろしい内容となっていて、その中からプレイヤーがいずれかの選択肢を選ぶと画面が切り替わり、不気味な文章などが表示されます。またこのバグの正体については、公式が意図的に仕組んだバグ風のイベントではないかと一部では考えられているのですが、現在も答えは出ていないようです。首回転。首回転は2008年発売の Wii 用野球ゲーム、メジャー Wii パーフェクトクローザー、通称ダメジャーで起こるバグです。このゲームはそもそもゲーム自体がクソゲーとして広く認知されていて、そのクソゲーっぷりから通称ダメジャーと呼ばれ、人々から親しまれています。そんなダメジャーは元よりバグが多いのですが、数多くのバグの中でも特に有名なのが、試合中のピッチャーの首が180度回転するというバグです。これにはさすがの眉村もトイレでうんこしながらクラシック聞いたと言います。またこのバグが発生した時のピッチャーの首がジャイロボールした状態で投球する姿も話題となり、このゲーム最大の見せ場となっています。マイナス1面。マイナス1面は行くパコネン発売のファミコン用ソフト、スーパーマリオブラザーズ、通称まで起きるバグです。このバグを試すには、まずはじめにワールド 1-2 という地下のステージの終盤で見られる横向きに配置された土管の前まで進む必要があります。ある裏技を使って壁を通り抜け、その壁の奥にある縦に配置された土管の中に入ることでマイナス1面に到達できます。このマイナス1面は一見すると目立った要素のない水中のステージなのですが、このステージにはゴールがなく、ステージの終着点である土管に入ったとしてもスタート地点に戻されてしまうことから、クリア不可能なステージとなっているため、永遠に終わることのできないステージに恐怖したプレイヤーはゲーム機の電源を慌てて切り、ブレーカーを落としたそうです。その後電信柱なぎ倒して地域の発電所襲撃したとか。4日目の世界。4日目の世界は2000年発売の任天堂64用 3D アクションゲーム、ゼルダの伝説ムジラの仮面、通称キリンの仮面で起こるバグです。このゲームではストーリーの関係上、ゲーム開始から3日が経過すると世界が滅亡してしまうため、主人公は3日以内に世界を救わなければなりません。しかしストーリーの3日目が終わる直前で、とある町の防
遠鏡に関するバグ技を使うと世界の滅亡を阻止しつつ、本来は行くことができない4日目の世界に進むことができます。ですが4日目の世界を探索すると、街の人が消失していたり、世界の至る所が歪んでいることが分かり、これを見たプレイヤーたちは全員急性ストレス性胃腸炎になったと言われています。顔面崩壊。顔面崩壊は2014年発売のプレイステーション用戦国アクションゲーム、新三国無双セブンエンパイアーズ、通称新チンポコ無双ヘブンパイパイで起こるバグです。このバグはあるイベントに登場する女性キャラクターの顔のパーツなどが前方に飛び出してしまうというとんでもない内容となっています。それからその女性キャラクターは自身の崩壊した顔を見せびらかしながら、この私に一生ついてきてくださっていいのよというセリフを言い放ち、これを聞いたプレイヤーたちは全員望むところべーとなぜか江戸っ子になったと言います。またこのバグはネットユーザーの間ですぐさま話題になり、後に公式がこのバグの修正を行っています。クリア率 0%。 クリア率 0% は1996年発売のスーパーファミコン用アクションゲーム、星のカービィスーパーデラックス、通称我ら星の子万歳フリーセックスで起こるバグです。このゲームには洞窟大作戦、銀河に願いをなど1日でクリアすることが困難なステージが用意されているため、一般的なプレイヤーは途中でセーブしながら少しずつプレイしていくことになるのですが、このゲームではセーブデータが壊れるというバグが高確率で発生してしまいます。このバグで壊れた後のセーブデータにはゲームの進捗度を表す 0% という数字が表示されるため、この数字を見てしまったプレイヤーたちのライフもゼロになり、アンズがシャシャリ出てきたと言います。4時44分。このバグは2003年発売のゲームボーイアドバンス用シミュレーションゲーム、牧場物語ミネラルタウンの仲間たち、通称ムツゴロウ王国、栄養失調気味のタモリの襲撃で壊滅寸前で起こるバグで、ゲーム内の時間が4時44分になった時に主人公が自宅のテレビを調べた途端、4時44分という文字が画面に大量に表示されるという内容となっています。このバグはバグの発生中は主人公を動かすことができない点や、4という数字が死を思わせることからプレイヤーを恐怖のずん底に陥れました。なお一部のプレイヤーからは、このバグはバグに見せかけたイベントではないか、王国の動物たちが黙ってないぞ、もののけ姫みたいな展開になる、お前にタモリが救えるか、タモリは人間だぞといった声も上がっているものの、真相は分かっていません。またこのゲームのリメイク版である牧場物語再開のミネラルタウンでは、このバグを元にした小ネタも確認することができるので、気になる方はプレイしてみてもいいかもしれません。ダメ卵。ダメ卵とは2002年発売のゲームボーイアドバンス用ソフト、ポケットモンスタールビーサファイア、通称王国の逆襲、犬やロバがついにエムステをジャック、エイトのマイクを奪って香水熱唱に登場するバグポケモンの一種で、改造ツールを使うなどの不正行為を行ったプレイヤーが所持しているポケモンがダメ卵と呼ばれる鶏の卵のような見た目の卵に変化してしまう現象です。またこのダメ卵の説明欄には、通常のポケモンの卵と同じような説明文が書かれているのですが、基本的にこの卵はあのムツゴロウを持ってしても羽化させることはできません。このバグは不正を行わなかったプレイヤーに対してもゲームのプログラムのミスによって低確率で出現するため、このバグの被害に遭った健全プレイヤーたちはただただ固唾をガブ飲みしながらエムステ見るしかありませんでした。ですがその一方で、不正行為を行ったことによってダメ卵を入手してしまった一部のプレイヤーは大いに反省し、その後は健全プレイを心がけるようになったらしいので、このバグはある意味悪質なプレイヤーに対する制裁として機能したと言えるのかもしれません。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てタモリを解き放て、タモリは人間だぞと思ったタケシと、黙れタケシ、お前にタモリを救えるかと思った様は、高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録をして、アニメチャンネルとサブチャンネルの登録と、ツイッターのフォローは動画概要欄からよろしくです。おり。